イオンモール、鳥取北は、鳥取県鳥取市に所在する、イオンモール株式会社が管理、運営を行うショッピングセンターである。2000年4月5日に開業したジャスコ鳥取北店を、商業施設面積で約1.6倍に増床し、山陰地方で初のモール型ショッピングセンターとして2007年10月5日に開業した。この背景から、ジャスコが、 イオン店舗ブランドを変更してからも、北ジャスの愛称で呼ばれている。2011年11月21日より、店名を、イオン、鳥取北ショッピングセンターから、イオンモール、鳥取北に変更した。敷地は、鳥取市番島と南熊にまたがる。この場所への出店は、かつてマイカル、泉と競争となったが、ジャスコが落札した。ジャスコは、 当時から駅南エリアの鳥取ショッピングシティに鳥取店を出店しており、大型店に限ってはエリア内2号店となった。出店後は大英鳥取駅南店が鳥取店時代を含めて30年弱の歴史に幕を閉じたほか、地場系スーパーマーケットの自主廃業などの影響を及ぼした。各店舗のイオン、鳥取北店と、 約100の専門店テナントで構成されている。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間のお知らせを参照。国道9号、国道29号、鳥取県道41号鳥取高線南熊交差点から北に約500メートル。 鳥取駅から日の丸自動車の路線バスで20分から46分。トーモールのイオン及び専門店街で2000円以上の買い物をすると、その分のレシートをサービスカウンターに提示することで、バス運賃100円割引券を交付するサービスを実施しており、キロのバス運賃を実質的に100円引きとしている。詳細情報は公式サイト、アクセスを参照。 南港停留所北港停留所最も近い、小山駅からは約 2.6km 離れている。鳥取県道318号、富士の里市寺線沿いにある小山駅前停留所からのバス利用、または徒歩となる。その店舗規模からショッピングモールというよりもレジャー施設とも位置付けられ、バラエティ番組、秘密の県民賞では一押しのデートスポットとして紹介されたことがある。 ありがとうございます。